足を上げるとスピードがまあ出たり、ちょっとスピードが怖いっていう時はつま先つけるとブレーキになります。で、うわこれ怖いな怖いな。いかがでしたか、初滑りの感想は。ふかふかです。超滑りやすい。めっちゃ気持ちいい。です。エアーボードはですね、スイスのアウトドアメーカーがですね、開発したこのゴム反りにインフレータブル、まあ空気で膨らませて滑るボディーボード感覚のスノーアクティビティですね。まあ、ここ国光湯本温泉になるんですが、標高 1500m 以上の高地で僕たちはエアボードアクティビティを行っております。ここの気候がですね、北海道の気候に似てると言われるぐらい、まあ、雪質もかなり良くて、で手つかずの大自然の中でエアボードができるという、まあ、良さがあると思います。はい、今日は皆さんエアボードどうでしたか。楽しかったです。楽しかった。下りがやっぱ楽しいですね。ああ、そうですか。だいぶ上達しましたね。上りは確かに最初はちょっとカーブを覚えるのが大変です。確かにカーブさえ覚えればもう両スイッチに寄せてやりたい放題。なるほど。極真はもう最後の方がなかったですか。全くないです。はーい、よーし。今日は一日満喫できましたね。はい、どうもありがとうございました。